星はビッグゲームはグローブの指先の素材の耐久性になる。そうね、どうしても、あ、なんだけど、毎日聞いてね、自分も心がけるようになったんだけど、基本このな、つけて投げるときに、まあ耐久性が一番必要なのは、ここの人差し指じゃない。で、ラインを滑らせるから削れてくのね。で、あの、GT のもう第一人者の小西さんは、全くね、人差し指は削れないの。聞いた話、あの、あって話聞いたわけじゃなくて、小西さんをよく知る、福井さんとかそういう船長が言ってたんだけど、で、なんでかって言ったら、滑らせながら話すんじゃなくて、ちゃんと押さえたところからパッて話すからだって言って、自分も意識してやってたら、グローブの痛み方が格段に遅くなったんで、なんか滑らした方がコントロールも効くんだけど、それをさらに感性磨いて、ギリギリでパッて話すスタイルにすると耐久性持ちますね。で、どうしたって削れちゃうんで、だからもう一つはね、こう、あの、こういうグローブに、投げ釣りの人たち、サーフキャスティングの人たちは、もうこういうグローブじゃはっきり言って話にならないですよ。3.5 メーターとかのね、硬い竿に、P のね、08で、あの、100グラムぐらいの30号のね、重りつけてぶん投げるんで、で、200メーター近く投げる人たちですから、基本もうあの、革製品ですよね。革製品の指当てつけて投げてるんで、自分もね、GT の時とかに、その革当てで やってみたこともありますね。そうするともうグローブ一切痛まないんで。で、あの、革当てだけ変えていけばいいんで、トータルで言えば安く済むような気がします。っていうのもやってみてもいいかもしれません。